スレヌ氏、韓国と断交しなければならないという日本の放送。韓国への報復に金融制裁、サムスンがみずほから借りた金額回収カードをいじっている。日本猿たちは韓国に被害を与えるのなら自国の状況がどうなっても良いみたい。金融関係はどちらか一方が損ばかりするわけではないのに、猿たちの知能がかなり落ちるのではないだろうか。韓国の反応、どうか金融制裁してくれ。www.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 
日本しかないと思っているのか。サムスンなら世界のすべての銀行がお金を貸すために並びます。我々は日本の金融制裁を歓迎するし、不買にも立ち上がる。日本の奴らは勝手に潰れているけど、日本はまだ日本の方が上だと思っているようだ。クククク。金融制裁を歓迎いたします。日本の奴らは今こんなことをしている場合ではないだろう。日本との断交をお願い。安倍首相はプーチン大統領のように長期政権を取るべきだ。日本の奴らはサムスンがお金を借りられるところがなくて日本から借りていると思っている。この機会に日本の銀行を金融市場から追い出さなければならない。サムソンにお金を貸してくれる国は多いんだよ。ジャパンマネー、さようなら。日本人から妄想を取り除いたら何が残るのか。日本の奴らが何時も話す伝説の一軍の話はサッカーの話だけではないんだね。みずほ検索してみたら、日本の金融グループで韓国に昨年基準で計11兆ウォン程度の融資残高を持っているとありますね。ところで対象企業がサムスン、SK など2つのグループの社内留保金にも及ばないのに、韓国企業が日本からお金を借りるのは単に金利が安いからだよ。また日本が間抜けなことを言っている。日本人には脳がないか。日本がこんなに狂った奴らともっと前から知っていれば。